見てきました。それでは感想です。印象に残ったメッセージがありました。それは我々一人一人の体こそがファッションであるということです。これは世界中には様々な体験の方がいらっしゃいますが、それはそれであなた自身美しいんだよというメッセージだと私は捉えました。そしてファッションは利用されるのではなく利用すること、洋服のことですね。そしてファッションを利用し輝こう、そのようなダイレクトでストレートなメッセージだと私は受け取りました。それと公演自体の印象ですが、音楽、ダンス、ファッション、これらがミックスし、舞台上で動画が流れます。この動画によって過去、現在、未来の時間軸が表現され、舞台上に一本ストーリーがビシッと通ったエンターテインメントになっておりました。余談ですが、フランスのパリは観光都市ランキングで1位ですよね。コロナ前は8000万人以上の方が世界中から訪れていたようです。そんな生き馬の目を抜く社会、競争社会で今もなお生き残っているジャンポール・ゴルチエという方はどんな半生だったのか、そこに私は興味を持ち今回見に行ってきました。これからアフターコロナに向けて活力をいただいたような気がいたします。
以上、私の個人的な感想、レビューとさせていただきます。最後まで動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。